広島東洋カープから育成4巡目で指名いただきました坂田玲です。僕の武器はナックルボールです。ナックルボールといえば坂田と言ってもらえるように、活躍していきます。育成4に指名坂田玲投手、その武器ナックルはボールがほとんど回転せず予測不能な変化をする球種、現代の魔球とも呼ばれています。ナックルがなかったらやっぱりドラフトかからなかったと思うので、日本のプロ野球界では稀有なナックルボーラー、その道を選んだ裏には大きな理由がありました。埼玉招致深谷高校でエースとして活躍した坂田投手、現在カープで活躍する野間選手や床田投手を輩出した中部学院大学にプロを目標に定め進学しました。ストレートと僕カーブを得意としてたので、それで緩急使ってっていうピッチャーでした。もちろん150キロを目指してやってました。身長188センチの長身を生かし1年生の秋から公式戦に登板すると、2年生では最速143キロを記録、本格派のピッチャーを目指し順調に成長を遂げていきました。しかし3年生になる去年の春、朝起きたら動悸とか、こう練習しててもすぐ疲れるとか、そういう症状があってちょっと普通ではないなっていうのが分かったんで、すぐ病院行って、診断の結果はバルサルバド動脈瘤破裂、心臓につながる大動脈の付け根部分が膨らんで破裂、穴が開いて血液が逆流し軽い心不全が起きていました。心臓だったので、こう言葉が出なかったですね。やっぱりそんな大きい手術もしたことないので驚きました。およそ7時間にも及んだ心臓の手術、この病気がピッチャーとしての運命を大きく変えたのです。心臓はもう治ったんですけど、胸骨を切ったのでそこの痛みっていうのがしばらく続きました。僕自身上半身大きく使って投げるピッチャーだったので、手術後はやっぱり無意識にかばってしまうっていうか、使えなくなってしまって、それが急速にやっぱ現れて10キロぐらい落ちました。その時に原前監督がストレート戻ってきてないから他の球種で打ち取れるボールを覚えろっていうことでナックルボールを助言していただきました。結果的に投げ方的にはあまり大きく使わないので、そうですね、あまり負担は少ないと思います。手術によって変貌を余儀なくされたピッチングスタイル、そうして今年2月本格的に魔球ナックル習得への挑戦が始まったのです。まず YouTube でナックルボーラーを見ること。最初に見たナックルボーラーは、わあ、確か R.A. ディッキーっていうメジャーの投手だったと思います。あのナックルボールの中でもその人は130キロ投げるんで、すごすぎるなっていう感じでした。メジャーリーガーのナックルを研究していく中で目標とするピッチャーが見つかります。ウェイクフィールド投手が出てきて、まあ、R.A. ディッキー投手とは違くて遅い球速なんですけど200勝を上げてるっていうところで、あの目標にしようと決めました。3本で持ったりとかしてたんですけど、今はこれで落ち着いてます。ボールの中心を押してあげる感じ、握りはウェイクフィールドですね。で、感覚はもう自分でやりながら探りました。練習の合間には常にナックルの握り、触ってこうやって投げたりして感覚を忘れないように。キャッチボールやブルペンではとにかく投げまくったといいます。今では試合でナックルを投げる割合は全投球の
8割。時には真下に落ちたり、時には横に曲がりながら、一球ごとに予測不能な変化をする大きな武器となりました。いい時は横揺れしながら最後縦に落ちたりみたいな、一番いい時はそんな感じですね。いい動きをして、まあ、よくえぐいとかいう表現をしていただくんですけど、試合になったらストライク入らないと意味がないので、試合での制球っていう部分が一番難しいです。心臓の病を乗り越え、魔球でプロの道を切り開いた坂田玲投手。その目には育成契約からの大きな未来が見えています。先発ピッチャーでこう結果を出して支配下登録っていうところはもう想像できてます。まあ、将来的にはナックルといえばメジャーなのでメジャーに行きたいなと思います。そんな坂田投手、 YouTube で見たやつですこれ。番組恒例の質問には、私の武器はナックルです。広島に行ったらいろいろな牡蠣料理巡りがしたいです。ナックルで人生が変わったので、このナックルでやっぱりこう上を目指してっていう覚悟でっていう気持ちで書きました。牡蠣フライしか食べたことがないので、まあ、焼き牡蠣、生牡蠣を食べてみたいです。